WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。少女歌劇団ミムザーヌ1期生の岩村ゆきねです。同じく1期生の鈴木みやいむえんどうです。よろしくお願いします。もう一瞬で終わっちゃいました。そうなんですよ。もう本当一瞬過ぎて、まばたきしたらもう終わってたみたいな感じで、ね、びっくりだよ、ね、すごい充実してたし、心の底から楽しみました。なんかああいうなんて空想の世界を演じると私たちの仲もすごく深まっていって、なんか面白いネタとかも2人で考えていくようになってね、なんかこの空想の、旅をしながら自分たちも仲を深めていけたのかなと思います。なんか休みの日があったりしたんですけど、その時に孤児で3日間食べてない役だったので、参考になりそうな動画を見ながら過ごすっていう日を作ったりとか、なんかそういうのでここの絆とかもまた深まったなって思うし、なんか辛い時に空想してそこから逃げ出すみたいなのってすごい、なんかこれだけじゃなく他のことにも通じると思うので、見てくださった皆さんにはこれからもし何か辛いことがあったりとかしたら、また私たちと空想の旅に出てるっていうイメージで逃げ出してほしいなって思います。そうね、空想とか妄想とかしたらすごい楽しいもんね、うん、だからぜひぜひ皆さんも空想してみてください。はい、私たちミムザーヌ今回の夏公演でもたくさんフラメンコだったり日本舞踊だったりいろんなことに挑戦したんですけど、これからはもっともっとたくさんの分野に挑戦していくので、その辺も楽しみにしておいてほしいなと思います。いろんなことに挑戦するんですけど、基礎も忘れずに全部をしっかりこなしていけるように頑張るので見ててください。お願いします。はい、メンバーが4期生も入ってきてさらに人数が増えたので、こう一人一人のメンバーが違う一面をどん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 見せていける舞台になったらなと思います。そのためにいろんなジャンルを勉強して基礎をやってみんなで成長していきたいなと思います。次の冬公演またお会いしましょう。月1ライブも始まります、ね、あ、そうです、月1ライブ始まりますので、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。